西スラブ人が多数を占める国西スラブ人は、スラブ人の中で西スラブ語を話す、チェコ人、ポーランド人、スロバキア人、カシューブ人、ソルブ人を指す、レヒト人グループも含む、このうちカシューブ人はすでにポーランド人に同化され、ソルブ人も同一社会に取り込まれているが、他の西スラブ人は今日まで彼らの文化的なアイデンティティを保ち続いている。西スラブ人社会は、 西ヨーロッパ諸国に習って新生ローマ帝国と政治的に連携することで発展してきた。ヤギエゴアサの諸国高古文化としては、古い順から、旧城アンコラ文化、ウーニエチセ文化、トシチニエツ文化、ルサチア文化、ポメラニア文化、プシェボルスク文化、プラハペンコフコロジン文化複合と連続性を持って発展しており、最後のプラハコルチャク文化の時代に初めて、スラブ人という名で、 歴史書に登場している。この時代と、その直前のプシェボルスク文化の時代。この一帯の住民は、バンダル人内し、ベンド人と呼ばれていた。ホルバト人、ソルブ人、カランタニア人などは5世紀から6世紀に駆けこちの、ポーランドから大量に南海道して、バルカン半島に定住、南スラブの諸民族を形成した。ソルブ人の一部は南下していった。 ソルブ人と別れてオーデル川を越え西へ移動し、現在のドイツ東部に定住、白ソルブ人と呼ばれ、彼らはソルブ人として現在もドイツに存続している。北方の人々と南方へ移住した人々の間に、あるパンノニア平原には、その後9世紀より、ハンガリー人が東方から侵入して、ハンガリー人国家を建て、北と南のスラブ系の人々はパンノニアで、 政治的に分断され、さらにカランタニアにはドイツ人が侵入していき、分断を強めた。その後北の人々は西スラブ人、南の人々は南スラブ人となって、それぞれ独自の政治史を歩むようになった。記録に残る最初の西スラブ人の国々は、彼らの生存権の南方で起こったサモ帝国、モラビア王国が知られている。ソルブ人といくつかの他の西スラブ部族は、 早期から神聖ローマ帝国の直接の支配下に入り、19世紀の周期にはドイツ人によって同化されてしまった。東部に住むポーランド人は10世紀に自分たちの国を作り、20世紀にカシューブ人を同化した。ポーランドは何世紀にも渡り西の隣国と密接な関係を保ち、ポーランドをボレスワフ一世は神聖ローマ皇帝へ、オットー三世から、 フレイターイ・コパー・アイター・インペリートまで歌われた。チェコ人は西部のボヘミア人と東部のモラビア人からなっているが、10世紀に自分たちの国ボヘミアを作り、後にドイツ系住民の政治力が優勢となり、神聖ローマ帝国に加わった。スロバキア人はもともとモラビア人のうちの東部住民で、10世紀から11世紀にかけて徐々にハンガリー王国の支配下に入った。 これらの国々とリトアニア及びハンガリーを加えた諸国は15世紀終盤にはポーランドのヤギエオ朝の君主を同時にいただく広大かつゆるい国家連合を形成したチェコ人とスロバキア人は共に1526年以降ドイツ系のカトリック教徒の政治勢力が再び力を増しハプスブルク君主国の支配下に入った西スラブ諸語の分布ポーランド語シレジア語カシュ ポラーブ語、チェコ語、スロバキア語コーチソルブ語定チ、ソルブ語、ありがとうございます。